1944年2月、約1ヶ月続いたレニングラード、ノブゴロド攻勢の結果、北方軍集団はレニングラード郊外からの撤退を余儀なくされ、なんとかエストニアロシア国境のナルバ川沿いで戦線を立て直す。ナルバ、かつて大北方戦争でスウェーデン軍がロシア軍を打ち破った古戦場。240年の時を経て街は再び戦火にさらされようとしていた。ここを守備するのは北方軍集団配下ナルバ軍士隊。8個師団と1個旅団1個重戦車大隊、そして現地エストニア人から構成される東部大隊と警察大隊が多数。これに対しソ連はレニングラード戦線配下3個軍7個軍団、この他にも多数の部隊があった。枢軸側約12万名に対しソ連は約20万名、戦車や砲の保有数は言わずもがなソ連側が圧倒的優位であった。また枢軸側には弾薬不足という問題がついて回り、野砲弾はもちろん機関銃弾も足りず露格したソ連製装備を優先して使用するよう命令が下されてる。また第 3SS 装甲軍団からは小銃弾ですら不足していると要求され、これに加え軍士隊は1月の撤退戦で大量の装備を失っていた。2月1日、ナルバの枢軸軍の状況は最悪とも言えた。ナルバ左翼には第227歩兵師団が展開していたが、ペイプシコまでのナルバ川沿いには保安師団とエストニア警察大隊しかおらず、シンガリを務める第 3SS 装甲軍団が敗走すればエストニアのドイツ軍は総崩れになりかねなかった。新たに軍集団司令官に着任したモーデル元帥はルガ川沿いでの防衛を画策していたが、ソ連軍はすでに何箇所で渡河に成功しており、シンガリである第 3SS 装甲軍団は包囲の危機にさらされる。軍団長シュタイナー親衛隊大将は撤退の許可を求め、これは18時50分に承認された。ただ SS 軍団はパンター戦で亡くなる橋東岸の維持を命じられ、西岸の守備は第227歩兵師団と到着しつつアルフェルトヘルンハレ装甲敵団兵師団に任される。2日7時、敵はナルバ川まで進出しリーギで渡河を試みるがこれは撃退される。SS 軍団が橋頭保を確立しつつあったのを横目に今度は17時15分にウヤスカで渡河される。これに対し軍団はベッカー集団を SS 軍団に移管、これとフェルトヘルンハレの戦車傭兵大隊で翌日反撃するよう命じられる。18時、パンター戦が突破される危機に瀕しているため第18軍は2時間ごとの現状報告を要求。ただ22時35分に第225及び61歩兵師団が到着し指揮を引き継いだため若干突破の危険性が減少した。日付変わって3日、6時2分に第938保安大隊が足止めをしている間にベッカー集団が南下。前日の予定通りに反撃が行われ18時までにウヤスカの4分の3を奪還することに成功。ただ午前10時半頃、敵はカルヤテの橋頭保に対し猛攻を仕掛け、ここのドイツ兵をナルバ川西岸へ追いやった。左翼ではまたしてもリーギで渡河され、またフンガーブルグでも渡河される。これら敵部隊は砲兵によって支援された第227歩兵師団が熾烈な白兵戦の後に除去。敵に死者負傷者捕虜1000人ほどを死、また多くの消火器を露格した。ただソ連軍はクリミアでもそうだったように戦線が膠着すると、強襲上陸を繰り返す作戦に出る傾向があり、ここナルバでもその動きが見られたため軍士隊は5個砲兵大隊800名を海岸へ配備し、またティガーの派遣も要請した。2月4日、午前3時にカルヤテの北で激しい攻撃が加えられ敵が渡河に成功。これを受け急遽第61歩兵師団がフユージリア大隊を派遣。敵の進撃は素早くウヤスカが陥落しフェルトヘルンハレ装甲敵団兵師団はアウフェレでの迎撃を試みる。第225歩兵師団師団長アルテア・リッセ中将はこの橋頭保はすぐに除去されるだろうと楽観的であった。ただ彼の予測と違いこの橋頭保は半年以上にわたってドイツ軍を苦しめる。軍団は翌日6時に予備部隊を用いて反撃、橋頭保を除去するつもりであったが、いざ攻撃が始まるとこれは思ったように進まず、8時には中止が提案され、10時25分の報告ではベッカー集団の指揮官ベッカー大佐が大垂れ重傷。ホルツ集団のホルツ隊員も負傷し、橋頭保の排除どころが敵の野戦鉄道までの進出を許す。軍団は砲撃で足止めをするよう命令、また19時50分にさらなる増援を送り込む。他の箇所でもソ連軍は渡河を画策しており、午前1時25分にペルメスキレで、6時半にケルバラで渡河。さらに17時にオルギンクレストとオボルードートで架橋しようとしたがこれらは全て撃退された。また表のエストニア警察中隊が西岸に追い出される。
これら連続した攻撃に対しかろうじて戦線を維持できていたが、限界が来つつあるのは誰の目にも明らかである。そのためか軍団は第10空軍野戦師団を解体、新たに編成された部隊を前線へ送ることを画策する。これに加え第170歩兵師団、第 3SS 装甲軍団、第58歩兵師団からも部隊が抽出され京都府に送られる。こうした動きの間にもソ連軍はさらに前進し、30.9 地点まで進出、軍団は総力を挙げ砲撃の実施を決定。6日朝までに合計635発、35.5 トン分の弾薬をソ連軍に浴びせ、いくつかの陣地の破壊に成功。増援も到着し即座に交戦に入りソ連軍を押し返す、前線部隊は左翼での接続に成功し現在右翼での接続を確保するための攻撃が進行中である。またこの日、オムチとバスカナルバで行われた渡河行動を撃退、さらにナルバ東岸からの民間人の避難も完了。そして戦線下確立した各師団がナルバ川東岸への偵察隊を繰り出し、第227歩兵師団の一部隊は対岸で対戦車砲を一門破壊した上乗員を皆殺しにし、押収された民家に火をつけ回り情報を無事持ち帰ってきた。は。それはともかく現状枢軸軍に残された唯一の懸念点は京都府西の空白である。そう、わずか2キロに満たない小さな空白。2月7日、ソ連軍は京都府の両端で攻撃を開始、右翼では攻撃を撃退しわずかに後退したがここの部隊の損失は 58% に上り、左翼では突破され部隊同士の接続が完全に切断された。この状況を鑑みて66機のスツーカと15機のヤーボが退去して押し寄せソ連軍に猛爆撃を加える。激しいの戦闘を得て、敵の攻撃を撃退、左翼での再接続に成功した。日付変わって8日、枢軸側は反撃に出るがソ連側は2個大隊で反撃。最終的に戦線は崩壊し500メートルほどの空白が生じる。この空白は翌日に部隊を派遣し埋める予定であったが、結局そのための戦力はなく、軍団はグロースドイッチュランド師団から総統護衛大隊を抽出し右翼に配備するよう命令。戦線左翼ではエッゲマン隊がウヤスカまでの前進に成功、ただ弾薬も人員もそこについておりさらなる攻撃は不可能。そして戦闘のみならず地形や天候の影響によりさらなる戦力低下が予測される。10日、前日に到着した総統護衛大隊が戦線右翼に配備され空白は完全に封鎖。また敵の大隊規模の攻撃を撃退。また砲兵隊は道路を砲撃し敵の補給を妨害、そして対戦車砲と重歩兵砲を一門ずつ、弾薬備蓄所を吹き飛ばした。第61歩兵師団の偵察隊は渡河市電話線を切断、さらに敵2人を捕虜にした。京都府は封鎖された、だが第209敵団兵連隊は撤退しなければならず、ただでさえ少ない戦力がさらに減少する。そして数日前から敵の京都府兵の集結が確認され、夜通し対岸から車両音が聞こえていた。だが枢軸側はそれに対し先制攻撃はできず、せいぜい砲爆撃で嫌がらせするしかなかった。